はい、いつもありがとうございます。マガリオです。で今日名古屋はさ、昼ぐらいからものすごい勢いダ雨が降り始めて、昨日もう夏日ですごい暑かったんですよね。で、調子こいて、半袖で行ったんですよ。まあ、すっげえ寒いの、風邪ひいたような感じになってる曲がりようです。なんかオープニングのさ、天気の話とかどうでもいいなって感じなんですけど、大体ここで見てさ、終わっちゃうんだから、なんかお、お バツンと今日の動画はみたいな。このスタートがいいなと昨日思ってたのにまたやってしまいました。学習能力がなくてすいません。で、えー、っと今日なんですけど、3つ話をしたいなと。1つは、小島よしおさんの Yahoo ニュースかなんか見たんですよね。はい、おっぱっぴーとかやってた人いますよね、海パン一丁で。あの、今何やってんのか小島よしおさんって。まあ、あのたまりにね、テレビにも出てらっしゃるようなんですが、あの基本ビジネスモデルを変えた。 商品顧客販売方法ここを変えてるんですよね小島由生さんあの何かニュース記事を見た時に僕はやっぱいつもそのどうしても起業家なんでビジネスとして捉えちゃうんですよだってビジネスとして捉えるっていうのはどういうことなのかというと基本ビジネスモデルですよね商品は何顧客は誰お客さんは誰でじゃあそれをどうやってその商品とお客さんをね マッチングさせてるのっていうのを見てるんですけど小島由翔さんの場合はあの、まあ、お笑い芸人じゃないですか。商品っていうのは、まあ、自分のお笑い芸なわけですよね。で誰にで今まではその大人向けテレビに出てどうやっていつどこでテレビに出てねお笑い番組であったりでギャラをもらうっていうやり方であの、まあ、ビジネスを成立させたわけなんですよ。それが今は子供向け キッズ向けの本も書心をわしづかみにする方法かなえっ、ー、となんだっけなえっ、ー、とそうそう「キッズの心わしづかみ術」っていう本もねつい最近出されてるんですけどあのかそれを見ててですねすごい素敵だなと思ってだからライブですよね年間100本以上なんか資格も取られてやってるなんて、えー、と書かれてたんですけど すごい素敵だなってそのこれは僕たちもすごく学ぶべきことが多くて今やってるビジネスをいつでもやっぱり再構築するあの再構築っていうのは基本ビジネスモデルはパズルですからあのそれを入れ替えてみる商品を買えなくても結がだったり販売方法をねいじるだけでまた違うねそこはそのビジネス市場が出来上がりますので、まあ、そんなあの今日は学びもいただけたなと。で 見てたんですよねで。たまたま知ってる方がいいねしてその記事を目にしたんですが皆さん蚊帳ってご存知ですか蚊帳使ったことある人っているかな僕その子供の時のおばあちゃんち今から40年ジャブですよね前の話になりますけどおばあちゃんちが山でお寺だったんであのお堂で寝る時にはですね夏休み親戚が集まっていつも蚊帳に入ってたんですよ蚊帳ってあの蚊をね蚊とか虫かってタとかを防ぐような だけどやっぱり子供なんでねいつもその枕投げしたり遊んだりだとか,なんか寝相が悪かったりもぞもぞして結果的に蚊帳の中に蚊が入ってきてもう最悪ですよね蚊帳の中に蚊が入ったらかえってもう蚊はしたい放題になりますんで蚊帳の意味ねえじゃねえって子供の頃は思ってたんですがたまたまね蚊帳を販売してる会社の特集していて僕が今度その5月から始める民家都会なんですけど虫が結構いるのね。 ああそうかであの和室もあるんでね畳畳きれいにし,し直したのであ,あそうかそこ宿泊もできる施設なんですけどあ,あこれ茅屋入れたいなってふと思ったんですが皆さんだったら茅商品茅屋ですよね、えー、と顧客や販売方法基本ベッシャンスモデルをどうね設計構築しますかちょっと考えてみてください茅屋ですかやだって皆さん家に茅屋ないでしょ今僕ん家のも当然ないんですけど茅屋なんかだからそれから 何十年も使ってないわけですよちなみにちょっと調べたらカヤって福井が3代目あの生産地の一つなんだってねあと2つはどこなのかそこまで調べきれてないんですが、まあ、国産の80%をねその会社が作ってるみたいなんですが早いなと思ったんですが、まあ、今宣伝会議さんが、えっと、既存企業のプロモーション企画書で100万円みたいな6月の前半締め切りでやってるんですけどあの本当に 全ての企業がいつもそのどうやってその自分たちの商品やサービスをね販売していくんだっていうことをずっと考えてますんであの皆さんも蚊帳、基本ビジネスモデル考えてみてくださいよ。そして、えっと、まあ学びのサイクルをね、えっと、ちょっとこれ見えるかな。ちょんはい、僕たちはね、えっと、世の中のプラスやマイナスを解決した大会で報酬をもらう。別に蚊帳をあこれいけるなっていう基本ビジネスモデルがあればやってみればいいですよね。 うん、はじめ、シェアてやってみればいいわけです。で、今日も僕も、えー、とある会社に、えー、と代理店になれませんかと、もしくはおろししてもらえませんかっていう交渉をしてたんですけどあの、ある海外メーカーさんの日本総代理店で、静岡にある会社なんですけど、あんまりね、なんか積極的にやられてないのか、本業があって、なんか新規事業みたいな形で始められたみたいなんですけど、 なんかちょっともったいないなと思ってオファーしたんですけど例えば蚊帳だってねあの皆さんが売れるっていうのであればそこから別に仕入れてねあの問屋さんだったりはこちらみたいなところがありましたんで、えー、と実は僕物販やってますとかって言ったらね定価じゃなくて卸価格でろしてくれると思いますのでまああのよくこの土面 この動画にコメントくれる山ムト君が今日誕生日だったんですけど、おめでとうございます。彼のこの前、Facebook 見てたら、練習のための練習はしない、するな、みたいなことが書かれてたんですよ。これ、すごいいい言葉だなと思っていて、今僕が言ってるのも、ただ単に遊びでやれって言ってるわけじゃないんですよね。基本ビジネスモデル、ビジネスのアイデアだったり、企画を考えることっていうのをずっとやってたってしょうがないんですよ。1円にもならない、そんなこと。じゃあ、その企画アイデアを販売する、企業に持ち込むとか、今みたいに自分が考えた、 じゃあ、蚊の販売について、えー、とそれを仕入れてやってみるってことをしなければやっぱり僕たちは起業家としてねあのい,いつまでも全く稼げないで終わってしまうんですよね。なので、えー、と練習ではなくてトレーニングっていってもこの起業家としてねお金を稼ぐあの真剣にお金を稼いでいくその一環としてトライしてほしいなとそして今日3点目なんですけどいや、僕さ本当知らなかった。あのー 英語オタクなんですよええもっと正確に言うと英語の学習教材オタクなんですよ <laughs> これ昔話したこともあると思うんですけど僕英語教材ありとあらゆる英語教材持っててそれこそ家出のドリッピーシリーズなんてみんな持ってましたしあのリオ君のスピードラーニングでしたっけも持ってましたし、えっと、本とかですねなんか辞書とかもね結構これがいいと思ってたんですけど実はくしゃらなかったんですよ間違えたこれこうめちゃくちゃ有名らしいねこれ すっごいもうあのスーパーベストセラーで結構そのビジネスっ英語を使って今活躍されてる方がこのお世話になりましたっていう投稿を見ていて俺これ知らなかったと思って2000年に発売されて今69版ですよ2017年2月です,すごくねと思うんですけどどんだけ指示されてんのっていうすごいですよねこれうんでえっと見ながらですね これ何がいいいかっていうとよくなんか英語の勉強しようと思うとその単語なんて読んでいいかわからないっていうこの例文とその各々の単語と読み方だったり単語の意味とかが書かれてるんですよねあこれ結構俺に向いてるかもと思って僕英語の読み方がわからないとなんかもういいやってなっちゃうんですよ <laughs> で全然その受験を経験してないのであの英語のね単語の 暗記したたらだとかかっっってていうのもやなんですけどその何かを学ぶ時にあの万人に当てはまるとは言わないんですが僕は暗記ってとても大事だと思,思ってるんですよ基礎土台の部分ではこの暗記をしているからこそ意識しなくてもできるようになるっていうのわかりますこのちょっとニュアンス知らないからできないんですよねその知,知らない知ってるもレベルあるんですけどあの 暗記ってね学習方法の中では基礎土台の部分ではねとても重要なんじゃないかなってすごく思うんですがちょっと僕もですねちょっとこれ暗記してみようかなって僕がたまたまえっと記事読まれた方は3ヶ月かな丸暗記したって書かれてましたけどちょっと俺も今年英語頑張るぜみたいな <laughs> お客さんがさ日本語喋れないインド人だとか 電話かけけてくるんですけど向こう本当に英語喋れないで俺も英語よく分からないしおまけに電話なんで身振り手振りだとか書いてとかできないじゃないですか全然分かんないの。でもさすがに今までねうちの英語喋れるスタッフとかいますから。 もう任せとけばいいやと思ってたんですけど実際ね、電話してごめん、ちょっとお客さんに電話してって泣きついてるんですけどや,やっぱりさーってこれからねあの日本も観光インバウンドで外国人がさーとか言っておきながらやっぱりさ、俺が偉そうなこと言って外国人とねやり取りができないってのはどうなのと思ってですねちょっと新規って新学期で、えっと、デュオですねを使って、はい、やってみたいなとで。もし僕の動画を見てる人でいやー、ま、なひろさん 1か月でペラペラになりますよとかわずか数時間で言ってそうのダメだって言ってるのにあのお金を稼ぐ系ではねでもなんか語学の勉強もそうのきっとダメだと思うんですけど何かあるんだって言うんだったら教えてくださいあの僕生徒になりますんでお願いします <laughs> はいそんな感じで、えー、っとまあ今日3点ですねえー、っとなんだっけ 小島吉祥さんのビジネスモデルと、かやと英語の教材デュオですよね、はい。ご紹介したんですが、皆さん今日は一日ですね、何か新しい気づきやインプットだったり、何かありましたこれ面白そうだなとか、これやってみたいなとか。なんか一日3つピックアップするだけでもね、年間で1000個になりますからね。うん そのうち2割ぐらい200個ぐらいはね実はリアルビジネスでできそうだなんてさらにそのうちの,の 20%40 個ぐらいはですねやれるんじゃないかなと思いますんであの企業独立の準備をね、まあ、いつまでも延々に何年間もしてる方ってたくさんいますけどいや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 もう今年はさそういうのやめようよっていう。うん 思いついた、考えた、即学びのサイクルを回してみようみたいなね。で、えー、と昨日からも言ってるんですが、ゴールデンウィークですね、あの1つ、2つプログラムがあって、コンテンツを作って販売するっていう、えー、と合宿と,、えー、と、このビジネス、さっき基本ビジネスモデルの話をしたんですけど、えー、と24時間でね、100のビジネスを分解して、あの100のビジネスをプレゼントして、それをあの身につける。えー、とあらゆるその今の 記事だったりニュースだったらあらゆるものを見た時にそれがどういうその構成フレームワークになっているのかうちのその4つの 4mm ですよねそのものの見方ができるようになるとその何がいいのかっていうとさっきの商品顧客販売方法もう順番が決まってきます。はい、でどういうふうにそれを展開していけばいいのかやってみるっていうところでもうステップが分かるわけですよね。さっきの「かや」って聞いた時にこの「かや」って 4mm で言うとって。 例えばあの価値なのか機械なのかコミュニティなのかマザなのかあのこの蚊帳をその4つどこに当てはめることもできるんですけど本来蚊帳が持っているその,そのもの自体製品のですねその特徴だったり性能だったりあの何を解決するものなのかっていうふうに考えていくと必然的とその商品っていうのはどういうふう,あのふうにビジネスにしていけばいいのかっていうのが決まるんですよねうん実はその かやをビジネスにしようとする場合さっき皆さんにもね基本ビジネスモデル考えて仕入れしてやってみればなんて言ってるんですけどそんなようなことがすぐできるようになるっていうこれをね一回ちょっと徹底的に伝えたいな落とし込みたいなと思っていてあのまあゴールデンウィーク、えー、っと24時間合宿4回やるんですけどそのうち2回は今のその。 ビジネスアイデア発想方法からその基本ビジネスモデルに落とし込んでなおかつそのまあ学びのサイクルを徹底的にまあマスターするみたいなプログラムとあとコンテンツ販売ですよね自分でそのコンテンツを作ってそれを販売していくっていうコンテンツ販売に強い人気があるんでねえー、っとこの2本立てでやっていくんですが案内はまだかと金額はいくらなのかともう少し待ってね <laughs> <laughs> というわけで、いつもありがとうございます。それでは、あの最後になりますが、まあ、この動画を使っていいかどうか分からないですが、あのいつもコメントいただいているんで、山本さん、今年また一年素晴らしい年にしてください。それではまた。